春闘の集中回答日となった今日、物価の上昇を背景に大手企業を中心に賃上げが相次ぐ中、自動車メーカーマツダも労働組合の要求に満額で回答しました。マツダの労働組合はベースアップに相当する賃金改善分と定期昇給分を合わせた月額1万3000円の賃上げと 5.3 ヶ月分のボーナスを要求していました。これに対して会社側は今日、去年に続いて満額で回答しました。賃上げには4年ぶりとなるベースアップや物価高を支援するための一時金も含まれます。全体の賃上げ率は 5.1%、 現在の人事制度になった2003年以降で最高だとしました。経営環境が不透明な中、マツダは重い覚悟の決断だとしました。経営に及ぼす影響というものは非常に大きいものでございました。地域の取引先様と一緒に成長を実現し共存共栄していく、その勢いをつけるためにもですね、今回の回答とさせていただいております。一方、マツダ労働組合は物価高で負担が増していた生活に対する会社の実力を超えた最大限の配慮と受け止めるとし、関連会社などへの波及効果を期待しています。